階段アミーゴ。行く場所のない、ね、その女の子、ちょっと今のアミーさんの話聞いて思い出したんですけど、僕前回ここに来た時に、あの僕の友人で仮に A 君とすると、うん、そのなんかそういう星の元に生まれたじゃないですけど、いっぱい怖いことが起こって僕に聞いてよって言ってくるやつがいるって話をしたんですよ、うん、そいつが就職した関係で、あの長野県の方に行ったんですよね、研修を受けるっていうことです、うん、でそこの滞在先でいろいろあったって話を前他の回ならっていうタイトルをつけてくださって喋ったんですけど、あのその A 君曰く、いや実はその研修受けてる本社の方でもちょっとあったんだっていうから、こうマジかいなと思って、どんな話って言ったら、なんかその本社がすごい古いくて、それを増築を繰り返してる変な形だっていうんですね、うん、でなんか大きく分けると2個ぐらいの建物があって、それをまあ渡り廊下でつないでるみたいな、うん、その渡り廊下の方からたまになんですけど、バスンバスンバスンっていうボールを壁打ちしてる音が聞こえるんですって。でたまたまそのタイミングで別棟に移らなきゃいけない時に、あ今行っちゃダメって言われるんですよ。えっつって、音収まってから行こうって言われて、あはいっつって、音収まったから普通に行って、でもうみんなそしらぬ顔なんです。たびたびバサンバサンって音が鳴るんですよ、うん、だから気になったんで、その研修期間中に「すいません」っつって「どうしたの?」っつって、あのボスンって音何なんですか?」って言ったら、あ「あれ女の子が壁打ちしてるから」っつって、うん、あの「行っちゃいけないから、あの話しかけないで」って。え、どんすかつって、いやもうね昔からいいのっつって、もう30年ぐらい前からって言われるんですよ。30年ぐらい前からあるんですかつって、ちょっと詳しいことは本当に気になるなら、あのここの専務に聞いて、専務はその女の子に話しかけたことがあるんだよって言うから、マジですかつって、その A 君はまあその研修、まあ、終わって、その仕事の終わりにちょっと専務に会いに行って、ちょっとあの音を何なんですかって聞きに行ったらしいです。いや俺もよく分かんないんだけどって専務が話してくれて、すっごい専務が若い頃に渡り廊下通ったんですよ。じゃあ女の子がこうボスンボスンってひたすら遊んでるんですよ。で何気なくそのこんなところで遊んじゃダメだよって言って通り過ぎる時に、すいませんってその女の子が声かけてくるんですよ。何?って言ったら、あのトイレはどこですかって言うんですよ、うん、だトイレっつって、このね渡り廊下を進んだ別棟のちょうどね真向かいに、あの男子トイレと女子トイレがあって、左側が女子トイレだから、そこにだよっつったら、あありがとうございますっつって、そのボール持ちながらタタタタタタっつって、女の子女子トイレガチャンって入ってったんですって。であの子なんでこんなとこで働いてるんだろう、あの、まあ、いるんだろうと思って、まあおおらかな会社だったんで特に気にしなかったらしいんですよ。だから誰から連れてきた子供なのかなみたいな感じで、専務が仕事してたら急にキャーって聞こえるんですって。えって言ったら、どうやらその女の子が入ってった後に別の女性社員がその女子トイレに入ってドア開けたらしいんです、うん、それがその女性社員がもう腰抜かして倒れてるんです。でどうしたってみんな集まってきて、今って言うんですけど、誰もいないんですよ。どうした何があったの、いや今トイレ行こうと思ってこうドア開けたら、そこで女の子が首吊ってたんですって。で目の前で消えたんですって言ってるんですよ。で大問題、でも当然そんな女の子はいないんですけど、専務が「あ俺話しかけたわ」と思って、でトイレ案内したわっつって、もうそれからそういう話バーってなって、いややばい女の子がいるんだったんです。で、それからその女性社員にもうショックだったんですよね。その仮に例だとしても女の子が首吊ってるとこを見てるわけですから、もうなんかちょっと様子がおかしくなっちゃって、ちょ君は一回自宅療養しなさいになったらしいんですよ。その自宅療養中にその女性も首吊って死んじゃったって。っていうことがあったから、あの音が鳴ったら渡らないようにって
言われたっていう話です。今永遠を誓おう、もう君